うさぎ放送局。はい、皆様こんにちは、としあきです。今回ね、見ていただいた動画は多度津駅の電光掲示板の様子なんですけれども、見て分かったように3番乗り場と4番乗り場 の列車接近のね表示が同時についてて、で列車来ないと、でそれと因果関係はあるのかどうかはよくわからないですけれども、っていうか多分あるんでしょうけれども、1番乗り場にね、予算線の普通列車高松行きが入線してくるということで、多分私の予測ではこの予算線の高松行き1番乗り場に、接近して到着するっていう列車の列車接近の表示が、まあ何かの都合で3番4番にも表示されたのかなとは思うんですけれど、っていうのが1番乗り場に高松行きが入線して、来たら消えたのでね、はい、まあこれ多分表示は信号の仕組みで表示してるのかなと思ってるんですけれども、ただ信号だとね同時に3番4番のところに表示するっていうのはね、ありえないことだし、他の仕組みで表示されてるのかな、この辺詳しい方いらっしゃいましたらね、コメント欄の方にいただいたら嬉しいなと思うんですけれども、はい。でね、何度か3番4番乗り場の列車接近が同時に光るっていうかねのを見たことはあります。で他のケースだと動画撮ってるような気がするので、もしまたあったらまた出しますけれども、3番か4番かどちらかのホームに入線してくるときに、両方とも光っちゃうっていうね、こととかも見ますし、なのであれ何の仕組みで光ってるのかな。もちろん正しく3番乗り場に入線するときに3番乗り場だけね光るっていう正しい動作ももちろん見てますし、はい、まあ今回はなので、まあ、このねバグなのかなちょっとわからないですけれども、この表示が撮影できたので公開してみました。はい、うさぎ放送局で今回のこの様子ですね、実はですね今日鉄道動画アウトレットで公開の 6000K の多度津駅入線と発車の様子の動画ですね、こちら編集中に見つけたというか、撮影してる時も捨てて忘れてただけなんですけれど、編集してて、あ、ここはこれだけでうさぎ放送局の方で1本動画ね作ろうかなと思って、はい、作ったものです。なのでね、この全体の様子は、本日公開の鉄道動画アウトレットの方のチャンネルで、見ていただけるといいかなと思います。この動画の説明欄、概要欄の方と、あと、この後のエンディングのところでもおすすめ欄に入れておきますので、よかったらそちらからご覧ください。それでは今回の動画ね、もしよかったなと思っていただけましたら、高評価、グッドボタンを押していただけると嬉しいです。あまり良くなかったかなと思われましたら、低評価でも構いません。評価よろしくお願いいたします。で、まだね、チャンネル登録、してらっしゃらない方いらっしゃいましたら、もしよかったら、チャンネル登録ね、していただいて、で、他の動画も見ていただけると嬉しいです。まあ、今回のようなね、短い動画以外に、普通のね、旅動画とか長い動画もね、公開しておりますので、よかったらよろしくお願いいたします。また先ほども言いましたように、鉄道動画アウトレットの方でも動画公開しておりますので、そちらの方のチャンネルも、こちらの動画の説明欄、概要欄から行くこともできますので、そちらの方のチャンネルもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。
最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次の動画をお楽しみください。